レッツライド。こんにちは。この度、両備バスのバスガイドである私たちが、岡田チャギントンの運行ナビゲーターに就任することになりました。こちらの動画は、そんな私たちがデビューするまでの過程を、全4本にわたって皆様にお届けする企画です。今日は練習初日です。緊張しますね。おはようございます。おはようございます。今回ね、皆さんの練習を担当させていただきます。日野と申します。現在、チャギントンでナビゲーターをされている方々もここからスタートされてます。皆さんはもうすでにバスガイドさんの研修を受けられて、実際にもう現場に出られたことあるんですかね、バスガイドさん。はい。あ、そうなんですね。どうですか？私、今年入社したばっかりで、コロナ禍であまり仕事が少なくはあったんですけど、初乗務が11月だったんですけど、はい、やっぱお客さんの前で案内したら、はい、結構緊張しちゃって、でもお客さんからなんか楽しかったよって言ってもらえて、やりがい結構感じました。私もお話しすることが好きでこの職種を選んだので、お客様に知っていることをお話しするといい反応が返ってくるので、それが楽しいなと思います。外で案内したりとかするイメージがなくて、こうやってみると、あと修学旅行にも行ったり、あとツアーに行ったりとか、いろんなお仕事をさせてもらえるので、すごいいい経験になっています。なんですけど、僕らの時代もやっぱり修学旅行ってバスガイドさんがそういうのになったりしますので、必ずその思い出の1ページに書き込まれる存在だと思いますし、このチャギントンのね、ナビゲーターっていうのも、子どもの時代の、一つの思い出に必ず書き込まれる存在になると思うので、頑張ってやっていただければと思います。ご紹介してください。田中クララです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは彼女と一緒にちょっと踊ってもらいましょう。今は分からないことだらけで不安と緊張が大きいんですけれども、いつも私がさせていただいているバスガイドのお仕事とチャギントンのお仕事っていうのは、こうお客様を楽しませる部分は一緒だと思うので、その気持ちを大切にしながら頑張りたいと思います。実はチャギントンに見学で乗らせていただいたんですけれども、その先輩方が楽しんで生きている姿がすごく印象に残りましたので、私も子どもたちを楽しませながら自分も楽しんでチャギントンのお姉さんになれるように頑張っていきたいです。まだそのお姉さんになるっていう実感はあまりないんですけれども、これからレッスンをしていくにつれてチャギントンのお姉さんになれるように頑張っていきたいと思っています。じゃんじゃんじゃん難しいね、難しいね、なかなかできない。これで自分で30数えてみましょう。せーの、まあ、一つ感想を言うとしたら、皆さんよくついてきたと思うんですけれども、どんなにできていなくても、練習している時には笑顔を忘れずにですね。すっごい緊張してたんですけど、でもこう雰囲気が和やかで落ち着いて勉強することができました。楽しかったです。私ダンスがちょっとあまり得意じゃないので、
ちょっとできるかなって思ってたんですけど、頑張っていこうって思いました。幼いけれどもすごい立派な先生が2人もついていてくれたので、もう次からの練習も頑張っていきたいなと思います。